はい、こんにちは、カパパです。久しぶりにモンベルの通販で買ってみました。ちょっとご紹介します。じゃん。はい、今回通販で買ったのはこの4点です。じゃあね、一個一個開けてみます。まずはね、この2つなんですけど、まあ、これ剥いてみましょうか。はい、こちらね、モンベルのサーモタンブラー300というカップですね。まずサーモという部分で言えば、まあ、こう開けるとね、まあ、ちょっと肉厚になってますよね。で、この肉厚の部分で中にあの発泡スチロール状の断熱材をこの分厚い部分に入れてるということなんで、で、まあ、基本的にはまあ保温ですよね。保温効果を生み出してると。で、もう一つはね、タンブラーということなんで、ちょっと長いでしょこれ縦長なんですよ。で、容量は300です。で、僕はモンベル製のカップってすごい好きなんですけど、これね、非常に安いんですけど、これサーモマグって言うんですよ。サーモマグ200っていう同じくモンベルのやつなんですが、こう蓋がついてましてね、まあ、200ですからそんな容量ないんですけど、コーヒー1杯分ですね。これがね、非常に安い、まあ、700円ぐらいだと思いましたけど、割と性能いいんですよ。で、プラスチックですから落としても割れないしね。で、非常に軽いし。で、これをまあ山で使ってたんですけど、まあ山用品でちょっと別なの買ったんで、今これは家でね、あの冬だったらこれで焼酎飲んだり、あとは夏だったらこれにね、氷いっぱい入れてコーラ注いだり、まあ、そんな風な使い方をしてます。で、こちらとこちら、まあ差がわかると思うんですけど、こっちは取っ手付き、こっちは取っ手がないタイプなんで、まあ、こちらがマグで、こっちがタンブラーになります。で、今回このタンブラーを買いました。なんでね、今回取っ手なしのタンブラータイプを買ったかというと、これ車の中で使おうと思ってるんですよ。ちょうど車のあのカップ入れに、まあ、ストーンと入る大きさです。まだ試してないんだけどね、この後ちょっとあの僕の車に行って、まあ、実際に収まるかどうかやってみるんですけど、まず収まるとは思います。と、容量は 300ml です。素材は PP です。まあ、保温の効果なんですが、まあ、95度のお湯を入れた場合、まあ、このように蓋をしてね、で、2時間ぐらい経った後44度ということです。まあ、44度っていうと、まあ、厚めのお風呂ぐらいですね。今回僕の使い方はもうほぼ車の中オンリーで使おうと思ってるんで、いわゆる車中泊で使うために買ったわけです。まあ、運転中はね、まあ、冷えた、まあ、コーラとかね、ウーロン茶でもそれでいいんですけど、まあ、じゃあ一泊する前に、じゃあ一杯やろうかとね、いう時に、まあ、ここにね、まあ、ビールを注いでね、ちょっと美味しいでしょうね。じゃあそれでは車の方に移動してね、まあ、実際どんな感じで収まるかやってみます。はい、そんな感じでね、見ていただいた通り、まあ、バッチリでしたね。じゃあまずね、これがサーモタンブラーのご紹介でした。はい、じゃん。はい、続いてね、これソックスですね。ちょっと開けてみます。はい、こちらはね、メリノウールトレッキングソックスと言います。で、僕は、まあ、ソックス類はね、まあそうですね、正直言うとね、一番お金かけてるところかもしれませんね。で、僕はね、3種類ソックスを買ってるんですけど、雪山、冬山もやりますから、まあ、その時は、まあ、これよりね、分厚いやつを買ってるんですね。もう一種類がこれですね。メリノウールトレッキングソックス。まあ、重登山靴から軽登山靴。いわゆるまあ、ハイキング程度からね、3000メーター級の山登り。まあ、要はオールマイティに使えるソックスということです。一応タイトルにメリノウールトレッキングソックスって、まあ、書いてあるんですけど、これ完全なウール 100% ではなくてね、素材は、まあ、ウール 58% の化繊です。まあ、それ以外にナイロン、ポリエステル、ポリウレタンが入ってます。で、重さは、まあ、約 100g。出番の回数も多いんで、まあ、ウール100よりかは、まあ、スレやね、ヘタリに強いやつを選んでます。あとね、やっぱり防臭効果っていうのは大きいです。やっぱり化繊100だとね、ダメなんだよね。まあ、今回は1足しか買わないですけど、まあ、1年間で僕ね、2足か3足買ってます。ソックスはね、まあ、一番頻繁に買う山道具の一つかもしれません。僕のね、山登りの師匠っていう方がいらっしゃるんですけど、その方が言うのはね、登山ウェアで一番お金かけてる部分っていうのは、やっぱり下着とね、このソックスだっていうわけですよ。ソックスと下着さえね、ものすごくいいの使っちゃえば、まあ、あとは何着ても一緒だと。まあ、これ極論だと思いますけど、まあ、確かにね、そうだよなと、まあ、思わせる場面っていうのは過去何回もあります。
ソックスはね、へたったやつよりも本当にいいやつをずっと使い続けた方がいいと思うんでね。まあ、今回まあ僕もそういうことで、まあ、夏に入る前にね、一足買っとこうということでこちらを買いました。はい、メリノウールトレッキングソックスの紹介でした。はい、続いて、はい、じゃん、まあ着るものですねちょっと開けてみます。オーディーベスト、これもね、値段がね、税抜きで5700円なんですよ。まあ主にね、僕あの、まあベストは割と着る方なんですよ。やっぱね、こう袖が開いてる方がね、非常に動きやすいんですよね。で、ジッパーは、まあ止水ジッパーってわけでもなくて、撥水加工はしてありますけど、防風ベストというような感じです。裏はね、こういうメッシュになってます。で、このメッシュが非常にいいんですよね。あの肌触りもいいし。で、ここにまあ内ポケットが入ってますね。ですので、ポケットはこの胸の一つと、このサイドですね。このサイドに一個ずつ。合計3つのポケットがあります。で、襟はね、これはもう絶対こういうタイプを買った方がいいと思うんですが、これスタンドですね。襟が立ってます。これ襟が立ってるとね、何がいいかというと、まあ、ここまで締めた時に、まあ、風が入ってこないっていうのもあるんだけど、やっぱりね、後ろがこんだけ立ってるとね、あの首の後ろの日焼け防止になるんですね。あの日焼けはね、腕の日焼けっていうのはもう僕毎年のようにこう日焼けでね、皮がむけてるんで、まあ、痛くも痒くもないんですけど、やっぱりね、首の後ろの日焼けってね、痛いんですよ。特にね、寝るとき、うん、すんごく痛い。だからやっぱりね、後ろこうね、こう立てとくためにこうスタンドのカラーのベストを買いました。あとはね、取り立てて、まあ、これは優れてるとかっていうのはないんですけど、まあ、僕がね、このオーディーベスト今回買ったのは、まず安いってことね、5700円ということと、あともう一つは軽いってこと、 180g、 もう一つはやっぱり襟が立ってると、まあ、いうこの3つですね、うん、あとは比較的ね、シルエットこれゆったりしてるんで、あの僕みたいなね、ユニークな体型のおっさんにはね、いいかもしれない。ちょっとね、着てみます。はい、そんな感じで、まあ見ていただいた通り、まあ、ボリュームのある僕の上半身も、まあ、このベストね、そんなに目立たないんですよまあそのシルエットが合ってんだね、僕のね。ちょっとね、お腹が出た方にはね、まあなんていうかな、ちょっとうまい具合にこう隠せるからいいかもしれないまあとにかくね、こうベストっていうのは、まあ、安くてもいいからね、ちょっと撥水性の効いた、まあ、防風ベスト1個持ってると、まあ、いいかなというふうに思いました。正直言ってね、まあ、そんな大したもの買ったわけじゃないんですけど、山用品自体の買い物が本当にね、もう3ヶ月ぶりぐらいだったんで、やっぱりね、買い物気持ちいいですよね安くてもいいからね、まあ、気分転換にもなりますし、まあ、ぜひね、あの山用品にお金を落としていっていただければなというふうに思います。今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。カババでした。